そういうことですよね。こんにちは、ライフスキル教育講演家のミスターおかちです。右の方がいいね、マイク持つのね、右の方が落ち着きますね。はい、ということで今日も来てくれてありがとうございます。今日はこれです。じゃん。幸せって何？これを皆さんと一緒に哲学対話をしたいと思います。はい、哲学対話、それは普段考えないようなことをゆっくりじっくり考えて皆さんの人生を豊かにする、そういうようなコミュニケーションです。対話ですね。どうでしょう皆さん、幸せって何って一言で言うと何ですか？幸せって何ですか？ちょっと考えてみましょうね。はい、幸せって何なんだろうな。じゃあ僕言いましょうかね。僕今の段階で幸せって何って聞かれたら、幸せって何って聞かれたら、自分でいることです。幸せとは自分でいること、あるがままの自分を表現してそれを世界に受け入れられている、そして何よりも自分がそれを許可している、自分で自分にイエスを言っている、受け止めていている、肯定している、そしてあるがままの自分通り毎日を生きている、これが幸せかなと思ってます。はい、幸せっていうのは自分でいること。だからそれがたとえ寒いところでも、たとえ暑いところでも、たとえそこが監獄であっても、牢屋の中にあっても、その中で自分が自分でいられるんだったら僕はハッピーなんですよ、幸せなんですよ。はい、ですかね、そんな感じですかね。じゃあちょっとね、この 本を読みながら本とね対話していきたいと思いますね。はい、この本にはね、6個質問がありますね。幸せになるにはみんなが必要ですか？何が何でも幸せになりたい？幸せってどうしてわかるの？どうして時々不幸になるの？お金があれば幸せ？幸せになるのは簡単なこと？これ6個ありましたね。どうしようかな、どれからいこうかな。じゃあ幸せになるにはみんなが必要かどうかってことですよね。これいきましょうか。どうやろうな、どうですか、幸せになるにはみんなが必要ですか、周りの人が必要ですか。周りの人がいなかったら幸せになれないですか。これ難しいよね。難しい。どうやろうな。僕は今思うことは、周りの人がいなくても、いてもいなくても、その時の自分は何、自分はどういうことを求めているのかっていうことをちゃんと自分の本音とアクセスして、それをちゃんと受け入れて行動できてたら僕は幸せやなと思います。はい、ってことですかね。でもね、どうなんだろうって、アメリカに行った時ね、究極の孤独状態に陥ったんですよ。で、英語ね、やっぱそんなに、まあ5年間まあ勉強してたけど、やっぱりね、対等には話せないんですよね、向こうのアメリカ人と。だからちゃんとね、向こうはギャグ言ってもギャグに気づかへんし、ちゃんと話してても言ってる意味わからんから、それに対してちゃんとした返しもできへんし、やっぱね、こうちゃんとした友達関係、人間関係っていうのは僕はね気づけなかったんですよね、どうしても。でも一緒にスポーツやるとか、その中でね、こう楽しいなっていう体験はあったんだけど、本当の本当の親友というか、本当に心がつながったっていう体験はしてなくて、でね、結構ずっと一人やったんですよね。学校、大学にいてた時は結構一人で、図書館で勉強したりとか、スポーツやる時も基本的には一人で練習する。で、まあ最後ら辺にちょっとみんなと試合してバイバイみたいな感じでやったんで、基本的に一人やったんですよ。でもね、最初の1年ぐらいは良かったんやけど、2年目ぐらいになってね、一人って寂しいなって。今まで一人で生きていける人間やと思ってたけど、いや、ここまで一人って、寂しいなってこと、風邪ひいた時に気づいて、風邪ひいて熱出てて一人でベッドで寝てるんですよ。まあ一人でね寝てって、まあ自分でなんかこうチーンってして食べることはできるんやけど、こう弱ってるこの状態で誰もこういないっていう、まあ Facebook とかに投稿してたけど、なんかね、やっぱり僕は人が周りにいないと喜びを感じれないんかなっ
ていうのをその時感じたことがあって、うん、だからそう考えるとどうなるんだ、例えば僕今考えると、まあ、答えは変わっていくんですけど哲学なんで、どうやろう、だから今僕の妻奥さんの優雅ちゃんがいなくなったり子供たちがいなくなったらもちろん経営的にはまずいですよ、まあ、経営っていうのは置いといて、じゃあ優雅ちゃんがいなくなったら嫌やな嫌やな嫌なんやな嫌やな嫌よ嫌よ嫌嫌よ嫌やけど嫌やけどでも受け入れなあかんわな、もういないって言って何とか努力して戻ってきてもらえるんやったら大丈夫よ、頑張るんやけど、例えば優雅ちゃんが死んでしまったとか妻が死んでしまったってなったらずっと死んでることを、まあ、悲しいよ、ずっと悲しいんやけどずっと悲しむっていうことは多分僕取らないやろうなと思います。それをどっかの段階でもう優雅さんを、まあ、いないんだ妻はいなくなったんだっていうことをちゃんと受け入れた状態で、じゃあ妻がいなくなったこの世界でどうやって自分は自分らしく自分でいれることができるのかっていうことを考えるやろうな、考えるやろうな、どうですか皆さん、皆さんの幸せにはとって、周りの人って絶対必要ですか、周りの人次第で皆さんは不幸になってしまいますか、そういうことですね、はい、じゃあ次行きましょうかね。お金があれば幸せかどうか、これ難しいな、うん、お金があったら自分がやりたいってことを自分の本音でも求めてることっていうのは叶えやすいですよね、叶えやすいですよね、だそういう意味では自分の本音を叶える手段としてお金っていうのは有効かなと思います。お金があれば欲しいもの、食べたいもの、聞きたいもの、行きたいところに行きやすいじゃないですか、すぐに叶えやすいですよね、自分が自分の欲望とか本音を本音の願望を実現しやすいんで、そういう意味ではお金があれば幸せになれる、自分が自分でいれることがやりやすいかなと思います。はい、でもお金がなかったとして、じゃあお金がなかったら不幸せなのかっていうことは全然違うと思って、それは違うと思ってて、違うと思ってて、お金がなくてもじゃあお金が今ないっていう状態、まあ今僕あのお小遣い月2万7000円なんですけど、じゃあ2万7000円ってそんな多くないんですよ、この2万7000円って中で、この中で自分が本当にやりたいことは何なんだろうっていうふうに自分が考え、それを叶えていくプロセスをまあ描けるんで、そうなれば僕は幸せなんですよ、お小遣いが2万7000円であっても、まあ、1万円であっても。だからお金があれば幸せっていうのは、お金があったらもちろん幸せになれるんだけれども、お金がなかったとしても幸せにはなれるってことですよね。ただこれはこの日本だから言えることなのかなっていうのもあって、じゃあお金がなくて食べるものがない状態、食べるものがないんですよ、ない状態で、家もない状態で、周りで戦争している、自分がいつ死ぬかも分からへん、そういう状態で幸せでいれるかってことですよ、いわゆる極限状態ですよ、日本っていうこの安全な状態、守られた状態じゃなくて、じゃあ極限状態でもお金がなくてあなたは幸せになれるのかっていうこと、そう考えたらどうなんでしょうね。じゃあお金がない、ご飯が食べられへん状態で苦しい、もうご飯が食べられなかったらお腹空いてる時が一番力が出ない時なんで、お腹が今も結構空いてるんですけど、もうそろそろやめなあかんなと思ってるんですけど、お金じゃなくてお腹が空いてる状態で幸せを感じれるんかなと思ったら難しいですね。でもお金が空いたとしても、じゃあ空いた、苦しいし、いつ死ぬか分からへんけれども、この状態でも何か自分が喜ぶことはないか、自分が楽しいことはないのかって見つけることは大事ですよね。ずっとお腹空いた、しんどい、いつ死ぬか分からん、怖いって思って過ごしているよりもこの状態で何か自分が楽しめることはないか、幸せなことはないか、面白いことはないか、喜べることはないかって見つける発想の方が幸せにはなりやすいですよね。はい、なりやすいですよね。そういうふうに思いますよね。はい。すいません。あと何やろな。じゃあ幸せってどうしてわかるのってことですよね。幸せってじゃあどうやったら自分がわかるんだろう。どうやったら幸せってわかるんだろうな。僕の場合はね。僕の場合は簡単ですよ。自分の最高が表現できてる時っていうのがね、やっぱ幸せなんですよね。本音の自分、あるがままの自分、最高の自分が表現できてる時が幸せ。今めっちゃ幸せです。はい。で、これがどうやって僕幸せやって分かるのかっていうと、どうやったら分かるのかっていうと、やっぱり、いやもう楽しいんですよ。
この瞬間を感じてるんですよ。この瞬間の中にいるんですよ。没入してるんですよ。没頭してるんですよ。夢中になってるんですよ。他のことは考えられないんですよね。だそうですよ、不安とか心配とか怒りとかそんなのはなく、喜びに向かって、喜びの湖にもうダイブしてる状態、なんかその時になんかもう幸せだなって感じますね。もうだから今ここを生きている時、今ここの中にあるなって思った時で、それを考え出すと今ここではないんですけど、もう何も考えず今ここにいるなって、今まさにそうなんですけど、今ここにいるなと思ってる、それを感じてるなと思った時、振り返った時、あの時幸せやったなっていうふうに思えるんじゃないかな。だからそのもちろんその味わってる時は喜びを感じてるんだけど、僕は〇〇をしてるから喜びを感じてるって言語化してないんですよ。言語化した段階で今この瞬間を生きてないんで、そうだから後から分かるもんなんですよね。あの瞬間幸せやったな、でもその瞬間自体は確かに僕は喜びを感じてるんですよ。喜びを感じてるし、どうやって分かるのっていうのは、それを振り返った時にあの時幸せやったなっていうのは感じるんかなっていうふうに思います。はい、ということで今日のテーマはじゃん、幸せってなーに、ということで、こちらのね、オスカー・ブルニフィエさんが書かれた本を通じて、皆さんと幸せってなんだろうということを、対話していきました。まあこんな感じでね、このチャンネルは、あなたの人生とか仕事とかビジネス、そして教育において何かしら力になるような発信配信をしていきたいと思ってます。よかったらチャンネル登録をよろしくお願いします。でブチって切る前に、高評価ボタン押してもらってたら、僕のやる気がググンって上がるんで嬉しくなるんで、よろしくお願いします。はい、という感じでちょっと優雅ちゃんからも電話があったんで、今日はこんな感じでおしまいにしたいと思います。さよなら、はあ、お腹すいたな。